2015年12月7日、金星探査機あかつきの金星周回軌道投入が成功。失敗から5年、プロジェクトチーム悲願達成の瞬間だった。初めてのことをやるんだから、何も分かんないことをやるんだから、やってみて挑戦だし、トライだし、やってみて分かるっていうことがありますと。失敗から得られるものというのは非常に大きいですし、それをこれから将来の衛星や探査機につなげていくっていうのは非常に大事だなと思います。諦めずに、信念があればということですけど、やっぱり継続は力なりという言葉に尽きるかなと思います。いろんな苦労は勝手でもするべきだと思ってまして、でそういう経験ができたっていうのは、これからすごい貴重なものになるだろうなって思います。地球の双子星と呼ばれながら多くの謎を持つ未知の天体、金星。地球に一番近いところを回っている惑星なんですね。地球よりも少し太陽に近いところを回っている。で、大きさもほとんど金星と地球というのは同じぐらいなんですけれども、金星の環境は地球と全く違っています。表面は非常に熱い高温の環境、これは膨大な二酸化炭素による温室効果なんですけれども、その周りには硫酸の雲があって、海はない、地面には火山地形のようなものが広がっていると。そういったその地球と全く違った世界っていうのがどのように作られていて、それがどういうふうにして今維持されていて、地球とどう違うことが起こっているのか、それを知りたいということなんです。地球の気象学の知識でそれを説明しようとしてもできないんですね。でどうしてできないかというのは我々分かってなくて、多分我々の気象学に対する知識がまだそこまで深くないんだろうと思っています。ですから金星の気象学を調べて、そこで金星の気象を説明できる理論ができる、地球の気象学、この2つを合わせるともっと深いいろんな惑星に適応できる気象学ができて、それをもって地球の気象を考えると深い意味で地球の気象が理解できる。あかつきは一言で言うと地球の周りを回っている気象衛星のようなものですね。で、地球の気象衛星はずっと定点観測をして、地球の上で大気がどういうふうに動いていくかということを可視化しているんですけれども、あかつきも同様に金星の周りを回って、定点的ではないんですけど、すごく遠近点が遠いので、止まっているように、金星が止まっているように見えます。その位置からずっと金星の雲がどういうふうに流れていくかとかですね、そういったことを調べると。そのための画像を撮るために自分自身の姿勢を変えたり、位置を変えたり、カメラをちゃんとその方向に向けたり、また向けたカメラをブレることなく、今地球でも手ブレ補正なんてありますけど、ブレたりする画像ではなく、しっかりと対象の画像、風の動きっていうのを撮り続けてあげる、そういったことが姿勢系の種の詳しい仕事の内容になってきます。衛星にとって電源は非常に重要なところなので、地球を出発してから金星に着くまでが最大 2.5 年間、金星に着いてから最大2年間、ですので合わせて 4.5 年間の運用をするということで、このバッテリーは設計をしました。で、容量的には 23.5 アンペアアワーという容量なんですけれども、それもその計画に合わせて、ぴったりの容量の電池をわざわざ暁のために作ったんですね。新しい通信システムということなので、通信機だけではなくて、搭載側の通信システム全般、はやぶさの初号機から、大幅にかなり見直しまして、将来の探査機に共通に使える設計コンセプトというのを当てはめようというので、あかつきで、試みました。軌道制限に求められることっていうのは、その決められた時刻に
正しくその量だけ正しい方向に吹いてくださいっていうものなんですけど、噴射開始何秒後にはどれくらい姿勢がずれるから、じゃあそのずれを考慮してあらかじめその姿勢をずれた時に正しい方向になるようにっていうような風に事前に計算して、でそういう工夫をしていました。理学と工学のメンバーが金星探査という一つの目標をもとに結集し、さまざまな壁を乗り越えて暁は作られた。2010年12月7日、成功から遡ること5年前、この日暁最初の軌道投入が試みられた。くしくもこの日が暁のプロジェクトチームにとって長い戦いの始まりの日となってしまう。暁は軌道制御エンジンの逆噴射を行い、速度を下げて金星周回軌道へ投入される予定であった。しかし軌道制御エンジンのトラブルにより十分な減速が得られず、目標としていた軌道への投入は失敗してしまう。地上では暁の必死の復旧作業が行われた。呆然としましたよね、最初は。で、頭の中ではもしかしたらこのあと5年後あるいは6年後にもう一度チャンスがあるかもしれないと、まあ、金星に近い軌道を飛んでいることは間違いないので、もう一度チャンスはあるかもしれないということは分かっていたのですけれども、まあ、そうは言ってもその道筋がちゃんと見えているわけではないし、まあ、何よりもやはりこう目の前に迫っていた到着がもう何年も先にいきなり遠ざかってしまったわけですから、まあどうしようと言って、まあ、途方に暮れるような、まあ、とにかく想定していた期待値通りの結果ではないというのが何か明らかであると、何らかのことが暁に発生していることは間違いないということで、やっぱりある程度その、衝撃というものは私以外にもその場の雰囲気を見ているとチームの中にもあったんですけど、じゃあ次の手どうしましょうかという話で、失敗から数日後には軌道制御エンジンを除けば、探査機は正常な状態でコントロールできる状態にあるということがすぐに分かってきましたので、では次にもう一度チャレンジするにはどうしたらいいか、工学的には自分は何ができるかということに、すぐにフォーカスは移っていきました。暁は軌道制御エンジンを失うという危機的状況ながらも緊急時の運用状態に移行していた。一言で言うとセーフホールドモードで、どういったモードかと言いますと、まあ、当面通信を回復して暁の、まあ、状態復帰をするまでの間生き延びるというモードになりますので、まずは電力バッテリー、確保になります。太陽電池パネルをきちんと太陽に向けて衛星を回転させてスピン安定という状態に出るというのがセーフホールドの動作になります。で、暁は噴射に失敗した後に、きちんとそこに制御されてセーフホールドの状態になっていました。幸いなことに、先ほど申し上げた通り通信も回復してセーフホールドモードに移行してますと。で、探査機の状態は健全で、噴射は途中で終わっているので減速量が少ないだけなので金星を捉えきれずにまた惑星間軌道に飛び出してしまってますという状態までは判明がしてきてます。金星がだいたい地球に比べて 0.7 倍の距離太陽に近いところにいるんですけども、まあ、暁自体は 0.6 倍ちょっと金星よりも内側に入りながら周回する、その状態でいくと暁の方がずっと早く回りまして金星がその後追いかけてくる状態になるので何周回か後に重なる時期が出てくると、まあ、次のチャンスはやっぱりそこになるので、まあ、それがだいたい5年から6年ぐらい。金星との再会合を目指し新たな運用状態に入った暁。しかしさらなる困難がプロジェクトチームの前に立ちはだかる。暁の場合は地球で生きていてそれから地球飛び立って金星に行くと地球にいる時の倍の太陽の光が差してくるわけです。
ですからそれだけ温度が高くなってしまってそれでも生きているというところで設計をしたわけです、ね、ところが今度投入失敗してもっと近いところを通ってそれでもっとすごく厳しいことになったわけですね。というのはギリギリのところで金星地球っていうところで設計していてさらにその先に行っちゃったからこれをすぐ簡単に実現しちゃうわけです。では巡航期間中その5年から6年の間しかも金星よりも太陽に近づく時期も得ながらどういうふうに熱に耐えるような運用をしていくかってところが重要になるんですけれども、赤月自身箱の形をしていますのでどの面を太陽に向けるかっていうことを選ぶことが幸いなことにできました。ちょうどその搭載している氷とかアンテナという丸い円盤のようなアンテナがあるんですけれども、それが探査機のシールドというか熱的な守る道具として太陽側に向けられるような状況になって非常に熱的に過酷な状況に置かれてしまったのでレドームっていうんですけどもアンテナの外側に1枚その保護用の板を設けてそれによってアンテナを熱から守ると。でまあ軽量化のためにはそういった余計なものを乗せない方が良かったんですけれども当初の議論からいろいろこういった事態を想定してはいなかったんですけれども保護機能を持ったレドームというものがよくアンテナを守ってくれましたし結果的にまあ探査機全体も守ってくれたと。さらに自身の設計寿命が暁に追い打ちをかける。暁自身がミッション期間とあと惑星軌道なので軌道上で待つ時期っていうのがありましてこれはまあバックアップ軌道って呼んでるんですけどもそこに対する寿命から設計寿命としては約4年ぐらいを想定して開発をしておりました。それに対して長い期間持たせなければいけなくなるんですね。例えば5年なり6年巡航をして金星を捕まえたらその後2年をミッションとするとなるとまあ7年から8年必要になってくることになります。いかにそこまで劣化を抑制して延命するかというのがバッテリーについての課題になりました。リチウムイオン電池の特性なんですけれども2つ注意するところがありまして1つは満充電に近いほど劣化が早く進みます。もう1つは温度が高いほど劣化が早く進みます。で、元々の計画では金星に着くまでは温度は10度で充電状態は 40% で維持する計画だったんですけれどもそれを温度を10度から0度まで下げました。で、それから充電状態は 40% から 30% まで切り詰めました。そして暁の金星周回軌道投入再挑戦への道筋を見出す。できる限り金星に早く到着して再投入を狙うっていうものだったんですけど、で2015年11月下旬を狙ったらもういくら頑張ってもその金星に落下してしまう軌道しか見つからないってことになったんでもうちょっと開合時期をずらしてちょうど太陽重力が、暁を落とさないようなタイミングを見計らう必要があってでそのまたその最接近のタイミングを少しずつ変えていって最適な回を求めた。2010年に失敗した時に使ったエンジンはもう壊れてしまって使えなかったのでその代わりその普段は姿勢制御を司っている4つのちっちゃなエンジンで今回2011年以降の軌道制御っていうのを全部実現したんです。考えられることは全部予行演習でも何でも失敗に対する手順も組んであったし、万が一ということを考えてやってましたからもうこれ以上失敗はないだろうと思ってました。2015年12月7日暁は金星に再接近する。熱に強いレドームを太陽に向け金星に接近。金星の影に入った後暁は動力をバッテリーに切り替える。そして姿勢制御エンジンによる20分間の減速噴射を開始。地上のプロジェクトチームは暁からの通信を待つ。
皆さんおめでとう。暁は無事金星周回軌道へと投入された。人工惑星として過ごしていた時間があまりにも長かったので、他の目的のずっとする天体の重力にようやく捕まえられたっていうのが最初はなかなか実感が湧かなくて、でもやっぱり実感が湧いてくると何ですかね、安心感が大きかったですね。なんかちゃんと目的の天体の引力に探査機がちゃんと捕まえられた状態にある、束縛された状態にあるっていうのがこれほどの安心感なのかと。その失敗してしまった時ももちろん非常に深刻な状態ではあったんですけれども、絶望的かと思われた状況の中でも活路を見出そうとするところの、その力の源っていうのはやっぱりその仲間同士の結束力があったんじゃないかなというふうに思います。噴射ができなかったですと。で、セーフホールドに入ってその後姿勢が復旧したっていう時に、まずすぐその場でいいから、もう遠ざかってるけど金星の方向を向けて写真を1枚でもいいから撮りたいって、サイエンスの方々がおっしゃったのがとても印象に残ってます。その熱意というか、もう凄ましい執念というか、そこは正直私自身は考えなかったところなので、すごいことだなと思いました。やっぱり大きいのは工学の皆さんのやっぱ知恵と頑張りですよね。残された、少ない燃料と、あと、メインエンジンが壊れていて小さなエンジンしかない、その状況で金星に持っていって周回軌道に入れる、そういう道筋をやっぱり考え出した、工学の皆さん、日本の宇宙工学ってすごいなというふうに、私はそこではあまり役に立てなかったので、大したもんだなと思いました。今回もうラストチャンスだとみんな思ってたんで、今回は本当にすごい入念な準備というか入念な作戦を練っていたので、やっぱりそのずっと諦めないっていうことと入念に準備するっていうのが大事なのかなと思いました。先ほど話したその通信システムっていうのは、私がこの宇宙圏に来て最初の仕事でしたので、その最初の仕事がこうやって達成できたというのは非常に恵まれていたなと思うところがあります。失敗をしたことによってミスタッチをすることから次のミスタッチをしない、そういう経験を何か学ばなきゃいけないんですね。そういう失敗から学ぶということは大事だと思いますね。宇宙圏のいいところは一人の人がいろんな衛星の面倒を見るっていうことなんですよ。人数がいないからということはあるんですけれど、一人で4役も5役もやっているので、いろんな経験積んでるんですね。失敗の経験もその中にあります。はやぶさでどんな失敗したかってことをそのチームの中に、みんな知ってるわけですよ。暁の人間とはやぶさの人間は同じ人間がやってるわけですから。ですからちょっとやそっとのことではですね、みんなくじけないですから、そういう経験があって、しかも若い人たちが頑張ったので、そのチームの活気は失せなくって、それがちょうどいい塩梅になったので、今回のことは切り抜けられたんだろうと思いますね。金星周回軌道投入に成功した暁からは、地球に向けて次々と新しい画像が届いている。